ごきげんよう、月見堂真奈斗です。死神続きをプレイします。保健室に戻ってきてます。マスターさんから例の不良少女が目を覚ましたと連絡が入りました。取り憑かれていたっぽいが取り憑かれていたっぽいが、その時の様子覚えてるのかな。深呼吸をして神経を整えると不良少女に近づき話しかけた。気がついてよかったよ。君の名前は丸橋咲だな。俺は臨時教師の涙目という。例の死人の調査をしているんだが、俺のことは知っているかい。そのなんだ、君に警棒で襲われたんだが、それは覚えているか。ダメだ、まるで喋る気がない。下校時間を知らせるチャイムの音が響く。じゃあ私は帰るから。出口に向かって、待ってくれ、君にはまだ聞きたいことが。その時何者かが保健室へ入ってきた。ごきげんよう。安岡さん、安岡さんじゃん。ごきげんよう。何やら騒がしいわね。え、安岡さん。顔を合わせるのはしばらくぶりかしら。この着物姿のあでやかな女性は安岡十和子。高名な占い師で印人の一人だ。で安岡さんが来たってことは、やっぱ阿部君の師匠って安岡さんかな。霊能力者としても名の知れた人物で、自分もよく世話になっている。現に霊具をね、萌えちゃんに持ってきてもらってる。萌えの持ってきた霊具も彼女が貸したものだ。どうしてあなたがここに。もちろん手伝いに来たのよ。大門さんや萌えさんから報告は受けてる。おおよその事情は理解してるわ。また恐ろしい事件に巻き込まれたみたいね。あなたから見ればこれも運命なんだろうな。そうよ、生まれ持った運命からは誰だろうと逃れられないの。あなたが自分の不思議な運命をどう歩んでいくのか興味があるわ。年のせいか、安岡は物事を達観している。だが決して冷たい人間ではない。過酷な運命と向き合う者にはこうやって力を貸してくれる。ところでこの子はどなた。丸橋は安岡の顔をじっと見つめている。最初は睨みつけているのかと思ったが、違うみたいだ。敵意は感じない。あのさ、あんた安岡十和子さんだよね。あの頂上体験オーマイガに出てる。頂上体験オーマイガ。ええ、そうだけど。マジかよ、有名人じゃん。やっべ、超緊張してきたし。今までの不愛想はどこへ行ったのやら。丸橋はすっかり興奮している。テレビに出演している有名人と出会えたのが嬉しいらしい。うわ、生の迫力ってすげえな。パネっすよ安岡さん。あらあら、ありがとう。あなただってとっても素敵よ。その髪の色よく似合ってるわ。そうかな。安岡さん、サインもらっていいっすか。その後、安岡に丸橋を説得してもらった。すごい協力取り付けた。だる。だる。先行は嫌いだけど、安岡さんの休みならしゃあないか。それで何が聞きたいわけ。自分のことね。私は H の B の丸橋咲。得意な科目は数学と美術っす。好きな食い物はアンパンで、
趣味やバイクを眺めることかな。眺める？乗るではなく？そうだよ、免許持ってねえもん。私の武骨な単車に施されたメッキや金ラメに痺れるんだ。いとこが族のヘッドなんすけど、愛車のロケットカウルに描かれた赤いニワトリがかっけえんだよな。バイクの塗装について熱く語る丸橋の無邪気な表情に陰りはない。君は一人でいることが多いようだな。そりゃ仕方ないっすよ。この学校にはアートのことで話の合うやつが全然いねえんだもん。そんな連中と話してもつまんねえし。君は国領寺さんを知っているか？知らない、初めて聞いたっす。その変な名前のおっさんは何すか？2階の渡り廊下に現れるという幽霊だ。マジかよ。知ってたら行かなかったな。私そういうの信じてるし。あ、じゃあ最初から見入られて、お社に見入られてあそこにいたわけじゃないんだ。その幽霊すけど、出るのはあの社だけ？狐の森で目撃されたという話もあるな。うわ、狐の森かよ。やっぱやべえな、あそこ。変な話あるし。変な話？幽霊絡みか？いや、そっち系じゃないっすよ。昔ヤンキーがしょっちゅう森へ忍び込んでたらしいけど、時々戻ってこねえやつがいたんだと。マジか嘘か知らねえけど。ヤンキーと夜の森か。妙な組み合わせだな。私に言われても知らねえし。そんな噂もあるから、うちの生徒であの森に近づくやつはいねえっすよ。それなんだけどさ、襲った記憶ないんだよ。そこの記憶がぽっかり抜けてる感じ。なら、どこまでなら記憶がある？そうっすね。放課後私は渡り廊下行ったんだ。立ち入り禁止なのは知ってるけど、気に入ってんだよあそこ。誰も来ねえし、風が気持ちいいから。そこでな、ぼんやりと空を見てたんだ。その時妙な気配を感じた。ゾワッと鳥肌が立って超ヤバかった。気配はお社の方から感じた。だから近づいてみた。そしたら勝手に戸が開いて、中にキモいシャーレが置いてあった。お社にそんなものを置くなんてひでえいたずらだと思ったよ。だからそいつに手を伸ばしたんだ。そこから記憶がないんすよ。先生を襲ったことも、保健室へ運ばれたことも全部な。つうわけだ。つまりシャーレを置いたのは君でないと？そりゃそうだよ。私のじいちゃんはな、金時神社の宮司なんだ。金時神社の宮司。金時。こっちとらガキの頃から神様の恐ろしさを叩き込まれてる。そんな罰当たりな真似をするかよ。桑原。でも、すごい意外な出自。外見とかで人を判断しちゃいけないってよく言うけれども。丸橋の青ざめた顔を見る限り、嘘をついてるようには思えない。だとすれば、あのシャーレは誰が？となったらもう角田くんしか。一通りの話は聞き終えた。この丸橋が本当に国領おじさんから狙われているよたものなのだろうか。その疑問を印人たちに伝え、意見を聞いた。私には何とも。心霊相手には質量保存の法則もユークリッド幾何学も通じないし。けどさ、よたものかどうかはともかく、不良なのは間違いないよね。ち、俺の考えも似たようなもんだ。おいばあさん、心霊は得意分野だろ。あんたの意見を聞かせてくれ。そうね、私には丸橋さんから横島な気は感じないわ。
それに彼女が怪異の標的ならお社の前で殺されているはず。心を狂わせる必要などない。彼女はヨタモノではないのかも。だとしたら誰がヨタモノなんだ。それから互いに意見を出し合ったが、確証なる答えは出なかった。まだ情報が足りないのだ。やはり調査を続けるしかない。だとしたら次に向かうのは阿部の話してくれたあの場所、学校の裏手に広がる狐の森だろう。追加情報。生徒会宛ての予告状。時計塔の事件から数日後、新たな予告状が学園に届いた。今度はコックリという名の怪異がヨタモノを殺すのだという。ちょうど学園の怖い話にもコックリおじさんという噂があり、それは渡り廊下の古い社にヨタモノを殺すと言って現れる神主の怨霊なのだという。これまあまあね。まあ神主さん、自分のお社なり神社なりに悪さする人は排除したくなっちゃうんでしょうね。まあ排除っていうかお説教っていうか。でもヨタモノか。夜だ。相談が終わる頃には日が落ちていた。ここからが本番、夜の調査の始まりだ。夕方同様、疲労とマスターのどちらかが自分と組になって行動する。もう片方は留守番だ。今夜は萌えさんの代わりに私がレイグを管理するわね。レイコンが集まったら声をかけてちょうだい。手伝ってくれるのか、安岡さん。ええ、もちろん。私はあなたたちの誰よりも心霊の世界について詳しいわ。何か役に立てることもあるでしょう。亀の甲より年の甲よ。わかってると思うが危険だぞ。お気遣いどうも。私はこの年だもの、自分の命にさほどの執着はないわ。でもね、自分より若い人が命を散らすのを見るのは嫌なのよ。だから協力させて、涙目さ。ありがとう。恐ろしい怪異を相手にするのなら、心霊の玄人である彼女の存在はありがたい。とはいえ、着物姿の安岡に過酷な森歩きはさせられない。彼女にはここに残ってもらおう。あのさ、丸橋さんも残った方がいいよね。ヨタモノの容疑が残ってる以上、万が一ってこともあるし。うっす、安岡さんに人生相談させてもらえるなら構わねえっすよ。人生って、その年で大げさね。いくつだろうと悩みはあるわよ。私も孫が最近ね。そのまま女性3人が他愛のないことを話し始める。それを眺めていると、おい、マスターがこちらに近づいてきた。涙目、こいつを渡しておく。そう言って押し付けてきたのは紙袋だ。中にはずっしりと重いものが入っている。袋越しに人差し指の先でシルエットをたどる。金属でできているようだ。先端が筒状になっていて。マスター、これは。声を潜めるバカ。他の連中にバレたら面倒だ。だが使い方なんて知らないぞ。安心しろ、安全装置がないタイプだ。貴様を狙って引き金を引くだけでいい。ただし扱いには気をつけろ。くれぐれも暴発させるなよ。そんなもの一般人に渡さないでくれ。保険だよ、保険。俺にも何があるかは分からんだろう。必要になったら迷わず使え。いいな。ああ怪しい紙袋。何が入ってるかはここに明言されない。ん？二人で何してるの？いや、何でもないさ。準備ができたなら調査を再開するぞ。狐の森は学校の北の片隅にある鳥居の向こうに広がっているそうだ。鳥居へ行くには時計塔の前の道を抜けていくのがいいだろう。その森に何かあればいいがな。あと角田の行方も気になる。逃げてから一度も姿を現していない。
でもどこ行ったかわからないしさ。私たちにできることはないよ。冷たいけど。角田の残した言葉を思い出す。呼ばれた、行かないと俺は殺されちまう。 MK 角田を呼んだのは誰だ。どうして彼が呼ばれた。そういや涙目さん、中松くんが九条館にいるんだっけ。そろそろ電話してあげたら。エータンならこの事件の背景をネットで調べられるかもしれない。彼に協力させるのはまだ躊躇がある。しかし今は少しでも情報が欲しい。聞きたいことがあれば彼に電話しよう。うん。人物ファイルが増えた。やそうか。ちびと、よくない気配を感じるわ。気を引き締めてね。なんか気のせいか、さっきもちょっと気になってたんですけど、声がね、男性いや高名な老占い師にして霊能力者。とある怪奇事件に巻き込まれた際、主人公に命を救われ、それ以来交友がある。まあ、印人みんなね、こういう関わり方です。全国放送のテレビに出演するほど名が広く知れ渡っている有名人。霊能力は本物、信奉者は数多い。今回の事件では保健室に待機して霊視でアドバイスしたり、心霊調査に役立つ霊具を提供してくれる。心強い。丸橋。丸橋咲っす。1年一回しか言わねえから忘れんなよ。一年生。ああ、協力してくれることになる。身内に寝職がある。お、ペータ君に電話しよう。行った。調べ物お願い。おお、話しよう。お昼はありがとうね。ああ。ジェラシー。それは聞いたことない。お、検索してくれる。マイナーな怪異か。角田君。角田新一、空手で有名かな。ああ、まさに。気になる書き込みがある。他校の生徒をぶん殴って怪我を負わせたことがある。ふひふひ。へえ、きな臭い。 OB が不祥事をもみ消した。先輩に頭が上がらない。裏の顔。いやこれについては反応がないか。そういえば森の中だからな。了解した。戦闘力高そうな増田さん連れていくか。あ、新しいレグ。全然集められてない。おわ、村正の五霊刀守り。わかんない。皇帝の不老子。黒い聖母の目太夫。ほうなんかだんだん名前が強そうになっていく。いってらっしゃい。行ってきます。できます。時計塔の前を通る。
死人に出くわさないといいけど。おい、ああ気配が。よたもの消えた狐の森へ。見えないこっくり見るため、真っ赤な悪魔食べて。またか。どうした涙目。いや、なんでもない。今のはきっとあの人形少女だ。また自分に何かを伝えたいらしい。よたもの消えた狐の森へ。見えないこっくり見るため、真っ赤な悪魔を食べて。鹿島の時のことを考えるなら、怪異に関係した情報かもしれない。奴の目的はわからないが、覚えておいた方が良さそうだ。赤い悪魔は、あのキノコのことか？あのキノコのことなのか？時計塔の前を通って、あ、そういえば時計塔の件どうなったかな。鍵紛失中っていうね。ああすごい。逆に。こっくりおじさんはここを通って二つの神社を行き来するという。こんなちゃちゃな三角コーンで通行止めのつもりか。舐めてやがるぜ。この先は未知の領域だ。気を引き締めてくれ、モンスター。ああ、貴様こそ油断するなよ。まさに神域。ここから先は神域。本物も混ざってるかも。いやー、お、参道。夜の森に怪異探しか。4ヶ月前を思い出すな、涙目。そうだったな。あの時はショーとクリスティもいた。有村クリスティは印人の一人で元キャスターだ。先日九条館に届いた便りによると、今は海外で何かの取材をしているらしい。そういや長島なんだがな、あいつ貴様の忠告を無視してまだ事件に関わろうとしやがった。だから急を据えておいたぜ。しばらくはおとなしくしてるだろうさ。そうか。何をしたのかは聞かないでおこう。大人の仕事よ。でもクリスティは、角田くん、クリスティ海外か。目の前にいるのは角田か。わ、おい角田、どうして君がこんな場所に。狐だけ。角田、一体何があった。うわー、黒。恐怖に歪む角田の顔に赤い亀裂が入り、その傷から生えるキノコ。角田の身に何が。うわ、やだ。うわ、そのまま逃げちゃった。森の奥に、あれがまさかこっくりおじさんの呪いなのか。耳がキノコと化した不良少年の噂話、それが角田の身にも起きてしまった。噂よりもおぞましい形で。くそ、なぜあのガキが呪われたんだ。
それはきっと彼がヨタモノだったから。奴が何をしたって言うんだ。わからない、わからないが、角田には心当たりがあるようだった。呪われる理由が存在するんだ。もし俺たちがそれをすれば、俺たちも呪われて角田のように。ち、やっちゃいけないことがある。最新の注意がいる。角田君、多分先輩の言うことを聞いたか。ああ、キノコだ。よし。やばい気配を感じる。闇の中に何かがいる。調べてみる、やめておく。やめちゃった。灯籠、ネズミ、ネズミが掘ってある。絶対これ意味ないな。中には拳銃のような形をしたものが入ってる。ネズミ。ここ。牛。うん。私もちょっと調べてみよう。十二支ですね。ネウシとラウタツミ。これは蛇。あ、タツミか。ここは、あ、そういえばよく調べてなかった。よし。なんかある。山道からすれて森の奥へ続く獣道があるようだ。獣道。さっきの声のうめき声無視したけど、こっちはいいのかな。あれは何かあるようだ。そこは別の山道だった。今までの山道を表通りとすれば、こちらは裏道といったところか。そして道の先には大きな岩がある。一体なんだあれは。岩、うん、大蛇のような形をした太いしめ縄が巻かれている。縄に触れてみようか。ムカデは蛇の表していた。そんなことない。いた。突然激しい予感が背筋に走る。今のは罰が当たったということか。ならばこれ以上はやめた方が。何にもできないか。手なし。蛇の獣道。ここ。
鳥のところに何かある。ここにも獣道。蛇と鳥のところ、森の中に開けた小さな広場。そこにはいくつかの人工物が転がっていた。いずれも古びており、使い物にならないガラクタと言っていいだろう。もしかすると昔ゴミ捨て場として使われていた場所かもしれない。いいアイテムが落ちていないかな。看板、社へは猿にて2泊、虎にて3泊、蛇にて1泊。ち、意味がわからん。涙目貴様に任せた。彼にも教師だろう。マスターは早々に考えることを放棄してしまった。はあ、なるほどなるほど。神社へ向かう前に行う参拝の手順を示しているのかもしれない。うん、白は手を打つ。お、手帳にメモ。うん、ここはドラム缶。覗いてみようか。何かを焼却。ゴミ。ドラム缶の底には何か。ああ、びっくりした。もう。おっと、あ、遺恨が入ってた。霊障だった。誰の手だろうか。びっくりした。ここは奥で何かが。なんだろう。人の声。長いしない方がいいだろう。よし、オッケー。重要な話はもう聞けた。猿、トラヘビ。あ、なんかいるー。なんかいるよー。なんかいるよー。よし。どうしよう。何かいるよー。うん。何も見なかった。いいね。猿、うん、羊、猿、ここか。よし、あったあったあった。猿で3、まあ、2泊。ねえ、牛、トラ、おお、ぴったり。三泊。で、ヘビ。タツミ。ああ、違う。
獣道じゃない。うわ、リセットされないといいけど。これはヘイピーで一泊。よし、さっきのなんかちょろっと見えてたあれいなくなってるといいな。あ、いるし。普通にいるし。あ、参道か、参道。ヘビの裏の参道だな。ここだな。表じゃなくて裏の参道から行くに違いない。ふん。お、激しく揺らしてみる。いった。お、あ、遺恨出てきた。あ、これでおしまいか。え、っていうことはあの道行こう。やばいの立ってたけどな。あれ、こっくりおじさんじゃない？鳥の獣道。出会ってしまった。山道の中央に立ちふさがるいびつなシルエットをした人影。それは全身にキノコを生やした男だった。いや、キノコと化した男と言うべきか。キノコ男は喜びの声を上げ消え去った。猿に2泊、虎に3泊、蛇に1泊。その正しい拝礼作法が汚れであるあの怪物を払ったのだろうか。そういうことは？今の化け物なんだが、この江原学園の制服を着ていたな。もしや角田じゃないのか。いや、彼ほど体格は良くないし金髪だった。だったら奴は何者だ。そうだな、考えられるとすれば森で消えたヤンキーがいるとマルハシは言っていた。そいつかもな。この森にはコックリの怨念が渦巻いている。一つ間違えればあの姿が自分たちのたどる結末かもしれない。なるほど。おお、また獣道だ。いや、すごいな。まだもうちょっと続きそうですね。はい、途中ですけれども今回はここまでといたします。ついに参道の調査を始めました。正しい拝礼手順、まあ、礼儀作法がね、やっぱ大事ですから。神様ね、こういうのを重んじられるのところがあるので、正しい手順にたどって神社までたどり着ければまた何かヒントが出てくるのかな。ということで、角田くん森の奥の方行っちゃったけど、また会えるかな。非常に怖い、キノコ男とかしてましたが、あの状態で救うことができたりするんですかね。涙目さんと真下さんの真夜中の探索はまだまだ続きます。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。月見堂マナトでございました。ありがとうございました。